都城市高城町の築120年以上余りの旧後藤家商家交流資料館で毎年子どもの日に合わせて開かれている端午の節句展。これは NPO 法人高城歴史文化のまちづくりフォーラムが開いているもので、会場には地元住民などから譲り受けた武者人形やわらべ人形などおよそ500点が展示されています。中には後藤家本家に代々伝わる大正時代の豪華な五月飾りや布製の孫糸ひご糸の鯉のぼりなど珍しいものも展示されています。端午の節句展は都城市高城町の旧後藤家商家交流資料館で来月7日まで開かれています。